木村 D お願いします。はい、スライドお願いします。まずですね、今年もお月見イベント、やっていきます。お月見ロビーですが、今年はですね雲の上に乗れるようになってまして、まあなんか雲を渡ってなんかリリーパに会いに行けるみたいなちょっとしたお遊びが入っております。ははははちょっとね結構どよめきがありましたけど意外に受けました。ちゃんと位置もいい感じに調整しました。あのギリギリなんだね。ギリギリです。難しいですね。じゃあ意外と難しいです。で最後はあのゴールにたどり着くとリリーパと一緒にムービーが見えるっていうところまで。あ、なるほどね。あのモニターの前に行くわけですね。あそこからモニターを見るっていう、はい、感じになってます。なるほど。はい、はい、そして、ビンゴや、期間限定のシーンも登場いたしますので、限定アイテムもゲットいただければなと思います。はい、次お願いします。はい、まずですね、もうすぐですね新作発売されますけども、こちら Q ですね、タイトルですが、セブンストラゴン2022とのコラボということで、第2弾になりますかね。あの以前、スチューデントスタイルが、配信されましたけども、うん、さらにですねハッカールシェのコスチューム、髪型アクセサリーなどが登場いたします。さらに、キャストパーツを含む、アークスラインと我々が呼んでますけども、今回カジュアルレンジャースタイルというですね一応テーマでデザインしたですねオリジナルのコスチュームパーツが配信されます。このキャストパーツ人気出そうですよ。いい感じですね。そうですね、結構シンプルですけどもね。シンプルでね、はい、人気出そう、はい、でちょっと女性キャストは今までいないようなちょっと、フォルムなんで結構組み合わせとかで楽しめるかななんて思います。はい、そしてですねここで新情報なんさらに新情報があります。次のスライドドン、はい、スライド次のスライドお願いします。はい、ですね、先ほど、もうすぐ新作が発売されると言いましたが、セブンストラゴンのですね、3が、10月15日に発売されます。Nintendo 3DS ですね、こちらとのコラボも決定いたしました。わー。7ドラですね。はい、発売直後のですね、11月頃にですね、配信しまして、うん、4キャラクターのですね、コスチューム、髪型、アクセサリーなどが登場します。さらに PSO2S とのコラボ企画も進行中ですので、今後の、情報に、ご期待ください。三輪さんの絵がね、すごい魅力的ですからね。すごいですね。はい。やっぱ、はい、結構 PSO2 のですね、コスチュームにするとかなりやっぱシルエットも分かってですね、うん、また結構人気アイテムになるんじゃないかなと思っております。はい、そして、最後もう一枚スライドお願いします。じゃあここはじゃあ菅沼 D お願いします。はい、黒の領域を舞台にした緊急クエストとなっていまして、12人転送して挑む、進行型のクエストとなっております。うん、そして、ルーナニャウという新しいニャウが、登場いたします。でそこからですね、ガルグリフォンの方も登場いたします。で、このクエストにおいてもですね、金バッジの方を、ドロップしてきますので、また夜桜取ってませんという方に関してはこちらでバッジを集めることができます。先生、はい、これ一本道クエストですよね。はい、ガルグリ掘り的なパターンにはなるんですか。またちょっとガルグリビーチウォーズでいろいろありましたので、はい、 ね、あの反省を生かしまして、はい、まあ、それを含めた調整をしております。だそうです。はい、はいはい、美味しかったんだけどなあれ。はい、はい、で、あと、バッジの方ですけれども、交換所の方は夜桜は、残るんですけれども、ドーナツの方は8月26日で、賞味期限が切れてしまいますので、それまでに皆さんドーナツの方は食べてください。賞味期限、はいはい、はい、という、9月上旬のアップデート情報でした。そうですね、はい。